本ブースではロボットとアプリケーションの融合をテーマに、使い勝手をとことん追求したスポット溶接機能をご紹介します。最初にご紹介するのはサーボチップドレス機能です。チップドレッサーの駆動に安川電機製のサーボモーターを使用、ロボットコントローラーでドレッサーを制御します。切削時のモーター情報を監視し、チップ切削不良の早期発見やドレッサー故障の予兆診断を実現。さらにチップドレスの専用命令や切削量指定機能により操作性、生産性でもメリットを生み出します。現在ご覧いただいているのはサーボチップドレス機能を使用した研磨から交換までの一連の作業です。チップの研磨だけでなく交換までも自動化することができ、より安定した生産ラインを構築できます。次に株式会社ナデックス様と共同で開発したスポット溶接タイマー一体型コントローラーをご紹介します。ロボットコントローラーと溶接タイマーの筐体を一体化したことにより省スペースを実現、通信速度を向上し、スポット溶接動作のさらなる高速化を実現します。さらに溶接タイマーとの融合機能として2つの機能をご紹介します。1つ目はスポット溶接条件ガイド機能です。プログラミングペンダント画面でワークの板厚や材質を入力するだけで、膨大な溶接データベースの中から最適な眼下圧力、電流値などの溶接条件を自動で見つけ出してくれる AI 機能です。さらに自動で見つけ出した条件はボタン1つでロボットコントローラーと溶接タイマーの両方に書き込むことができます。これによりこれまでスポット溶接に馴染みの少なかったお客様にも簡単に溶接の設定をしていただけます。2つ目はスポットモニターグラフ表示機能です。ロボットと溶接タイマーのデータを合わせてプログラミングペンダント画面にグラフ表示、溶接結果の見える化を実現しました。さらに先ほどご紹介しましたモートマンコックピットとの連携により溶接打点ごとの溶接結果を記録することもできます。これにより万が一品質不良が発生しても原因追及が可能、未然防止の対策検討にもご利用いただけます。溶接のトレーサビリティを実現することでお客様の品質管理に貢献します。以上にご紹介しましたように、安川電機ではお客様の LINE 立ち上げから LINE 管理まですべてをサポートするための機能に取り組んでおります。使い勝手をとことん追求する安川電機のスポットパッケージにこれからもご期待ください。